こんにちは。TBCS の森谷です。今日はこのプロテオムの統合データベースのチェックを紹介ということで、今ゲノムについて、ゲノムデータベースについての紹介がありましたので、それに対応したプロテオムの紹介をします。プロテオムとはって言っても、皆さん知ってると思うんですけども、ゲノムトランスクリプトームを対応してプロテインを、モラティ解析をしたものがプロテオムとなります。ゲノムやトランスクリプトームは、シーケンサーで読むんですけども、プロテオムの場合は、最近は主にマスクの質量分析系で読むようになります。で、このプロテオムで何がわかるかということなんですけども、ゲノムやトランスクリプトームを読んでも、アミノ酸の配列わかるんですけども、それではわかんないような、プロテオム特異的なものは、例えば BTM、翻訳子収束の情報とか、極材や、あとはそうですね、タンパク質が実際にどのくらい発現しているかと、そういう量といったものが、このプロテオムで分かります。プロテオムの解析によって分かるかと思います。JPOST という、プロテオムデータベースを開発しているんですけども、なぜこういうものを開発しているかという、その背景になりますけども、一つ目として、プロテオムデータも、インキャレスと同じように、論文を投稿するときは、その論文のことになった、生データや解析結果などのデータを、公開しなければいけないという義務が、今、生じています。そして、そのためにプロテオムエクスチェンジコンソーシアムというものが、インキャレスデータでいうような、コンディングゲート、EBI と NCPI が作っている ANSC のようなものを、プロテオムの方でも、立ち上げていて、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムというものが、立ち上がっています。ただ、これ2014年当時は、このプライドがイギリス、ヨーロッパにあって、あとアメリカにパッセルとかマッシブっていう、こういう3つの、レポジトリがあったんですけども、まだ日本になかったということで、問題点として、日本からのデータの転送にはとても時間がかかるということが1つあって、あと、このプライドとかでは、メタデータの登録が非常にこう難解で、いちいちメタデータ登録したくないというのが、あったそうです。で、もう一つ、その背景二つ目として、それまで作られていたプロテオムデータベースというのはどのものだったかというと、プロテオムデータベースは、人の全タンパク質が、体のどこでいつ、どれだけ発現するかというところや、疾患の際に、疾患がかかった際に、それがどのように変化するかという、そういうものを集めたデータベースとして作ろうという試みがあったんですけども、HUPO HPP という、ヒトプロテオムプロジェクトが立ち上がったんですけど、これはあんまり全然進まないという話で、2014年にそれとは独立に、ドラフト、プロテオムのドラフトマップというのが、プロテオム XDB とヒューマンプロテオムマップというこの2つが立ち上がって、公開されました。ただ、当時、世界中のさまざまなデータを書き集めた結果、この2つのデータベースには、多くの行政が購入している、そういうデータベースになってしまったということで、当時、批判が集まったそうです。で、そこで、この JPOST というプロテオムデータベースのプロジェクトが立ち上がりました。JPOST はこの Japan プロテオムスタンダードデータベースリポジトリの略であって、JST、NCBI の、統合化推進事業のサポートを受けて、2015年から始まっています。で、JPOST では、その今の問題点を解決するために、この3つの軸で開発を進めています。1つはリポジトリの開発で、先ほどあったプロテオムエクスチェンジコンソーシアムの標識に沿った世界標準のリポジトリを、公開するということで、もう一つは再開式プロテオムの開発になります。で、これは、同定結果の網羅性と信頼性のこの両者を向上させることを目的として、標準化したデータ処理プロトコルを開発しています。そして最後にそのデータで、再開式した高質なデータと、キュレーションしたデータを蓄積するためのデータベースを開発しています。で、これが、JPOST の全体像といった流れになります。いろいろな、研究機関が出てきたような、データを、論文を解くときにこのレポジトリにこう入れてもらって、その公開された生データだけを使って再解析を行って新たな高質のデータをデータベースに入れるという流れになります。で、まず、リポジトリの紹介ですけども、これがリポジトリの特徴になってあって、一つは、オントロジーにより整理されたメタデータが入力できると。それから、メタデータとファイルの、柔軟対応付けが行われます。また、先ほどの、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムの、発行する、ID が、この JPOST でも発行されます。
そしてあと高速プロセッシングと Web ブラウザでの未完結という、他のプライドとかでは、アスペラとか他の、ソフトウェアでないと、この高速アップロードできないんですけども、JCOST では、Web ブラウザで完結するような高速プロセッシングを開発しています。これはメタデータとファイルの対応付けの、概略図ですけども、リプツルでは、JCOST リプツルでは、実験プロジェクトと切り離して、メタデータを保持することで、入力の手間を省いています。4種類の、サンプルとフラクショネーション、エンザインモディフィケーションと、マスのモードっていう、これ4つのメタデータのプリセットをファイルにプリセットを作っておいて、それをファイルに紐付けるという形で、メタデータの入力を行います。でこれはサンプルや実験手法とかマスの、機械の、設定とかは各研究室で、定型化していることが多いので、毎回毎回同じメタデータを入れなくても済むという、そういう便利な面があります。コースカプロードについては、この後、渡辺先生が話すと思うので飛ばします。で、レポジトリの現状ですけども、レポジトリは、2016年に公開して、プロテムエクセンコンソーシアムに正式加盟して、当時、アジアのセリアで唯一の、レポジトリになっています。で、今現在は中国も、加盟しているので、アジア唯一ではないですけども、この2年間で、約 10TB という、結構な量の、データが蓄積されています。次に再解析プロトコルについて紹介します。で、再解析の必要性ですけども、先ほども言いましたけども、研究機関にアプローチによって、解析手法やデータフォーマット、あとは試合し使用ツールとか信頼手法などとか信頼基準とかが様々で、違うということで、各研究室の結果を、集めただけではデータ間の比較が困難であると、または前日のデータベースのように、行政が多く混入すると、そういう問題があります。なので、公開されたマスの生データから、再解析することで、これらの問題を解決しましょうという話です。で、一つは、漏らしの構造なんですけども、マスのプロテムではの解析では、データベース検索といって、マスから出てきたピークリストと、データベースから作った理論ピークリストをこう比較して、どれ一番出るかっていう、そういう形で、ペプシドの同定をするんですけども、データベースの検索ソフトという装置というのは、様々ありまして、有名なのでマスコットとかエクスタンデムとか、この辺に書いてある、いろいろなものがありまして、それらは、アルゴリズムとか、同定結果も、異なるという問題点があります。そこでこの複数のソフトを、使うことで漏らせを上げるというメリットを取っています。これだけ、これには4つの例ですけど、4つの、データベース検索ソフトを使うと、これだけばらつきがあるということで、これ全てを使って、漏らし上げるということをしています。で、漏らし上げるとまた、当然行政も増えてくるので、ここでは、信頼性を向上するために、新しいスコアリングシステムのことで、左に計算することで、信頼性を担保しています。例えばこの左では、左はこの縦に、13個の、アミノ酸からなっているペプチドの例ですけども、この13アミノ酸だと、B4 が12個、Y4 が12個で、計24個の、ピークができる、理論的には24個のピークができるということなんですけども、一般的な、データベース検索ソフトでは、この24個中何個ぐらい見つけられたかということが、スコアリングの基本的になって、基本になっています。もちろん、いろんな表示数があるんですけども、これ例では青いボックスと赤いボックスというのがそれぞれ見つかったってヒットしマッチしたというようになるんですけども、 JPOST ではこのどれだけ連続したイオンが見つかったかということを基準にしてスコアリングを行っています。で、そうすることで右側のグラフは横軸にスコア、 JPOST のスコアで、縦軸に数なんですけども、で、赤いラインが2000のデータベースに、検索したかけたもので、基本的には全部フォルスポジティブになるんですけど、青い方が実際のデータにかけた検索結果で、
このように、フォルスポジティブとトルポジティブが、まあ、今までよりきれいに折れるようになったということで、この J ポストスコアというのを開発して続けています。で最後に、データベースについて紹介しますけれども、データベースの特徴としては、人以外の生物にも対応している。今までの、データベース、プロテームデータベースが主に人だけを、最初に下に対して、人以外にも対応しています。また、詳細な翻訳集 PTM の情報がたくさん入っていると。あとユーザーによるデータ数の切り出し絞り込みが問題あるということです。あとは、簡易的なデータ比較も持っていて、またこれらは先ほど片山さんが紹介した不等ゲームと同じように、セマンティックウェブの技術に基づいて作られています。でまずデータベースから、各データセットに付けられているメタデータ、例えば、スピーシーズやティッシュ、ディジーズといった、カテゴリーや他のキーワードをもとに、ユーザーが興味の対象を絞り込むことができます。例えば人の、大腸のがんといったように、まあ、興味のあるデータセットをデータベースから抜き出して、まとめています。これを、ここではスライスと呼んでいます。でこのスライスから、いくつかのデータの可視化ツールが詰まっていて、人のスライス、それぞれのスライス、例えば人の大腸がんに関わる、まあ、翻訳講習職の情報とか、まあ、アイソフォームの情報とか、そういうことが見ることができます。で例えば J ポストの、プロテインブラウザを作っているんですけども、これは先ほどの、言ってた片山さんが言っていた、スタンダード技術を使って作られていますけども、例えばここに、タンパク質配列に対してどういう、ペプチドが、検出されたかというのがここで、見ることができます。またこれに対して、これはリン酸化の情報です。リン酸化がどれだけ見つかったかというのが見られます。またこのバーによって、そのリン酸化されている部位の、頻度情報が見ることができます。この頻度情報というのは、まあ、他にはないようなデータになっています。または、これはリン酸化の狂気ですね。どれだけこの部位のリン酸化とこの部位のリン酸化が狂気していかったかというこういう情報も載っています。また、これもアルディフスパンティックウィズ技術を用い作られているので、ユニプロットの情報というのを、簡単に取ることができて、それを比較することもできます。またこれはウェブのシェアリングを見たものですけども、例えばアイソホームでどれだけウェブ人がマッチしているかというのを見ることができますし、タンパク質間で見ることも、できるようになっています。ちょっとそれで飛ばします。また、スライス間で、比較することもできて、例えば、iPS 細胞と線維芽細胞のデータセットを比較することで、統計値と、簡易的な、発現変動解析などのツールも備わっていて、ウェブ上で、行うことができます。ちょっとこれも遅いですね。発現変動解析の、まあ、こんな感じで、まあ、ブロケのプロットが書かれていて、まあ、よく P バリの高いものからまた、それを使って NHP と解析をすることなどもできます。データベースの現状ですけども、まだ、公開された最初のバージョンが公開されたばかりで、データベースデータセットが69個で、まあ、生物種も6生物種とまだちょっとまだまだ少ないんですけども、今後このサイクルがあることによって、まあ、データがどんどん増えていくことが期待されています。最後ですけども、この J ポストっていうのはこの年号によって作られています。以上です。